プロジェクト世界カラフルステージフューチャリング初音ミク。はい、こんにちは、サクエです。プロセカの実況を撮っていきたいと思います。もうずっと俺の挨拶って固定じゃないよね。はい、今回ねゴーストルールやっていきたいんだけど、ちょっとねやばいのよ今回のやつ。今回のやつちょっとやばいから、みんな知ってると思うんだけど、プロセカやってる人は。え、そもそも俺の動画見てる人プロセカやってんの？え？ちょっと怖いんだけど。そもそも、え、プロセカやってるよって人いる？最近ちょっとコメントがね、少なくなってきてるんで、どうなのかわかんないんだけど。え、ちょっと教えて、マジで。え、プロセカやってる人いる？もしかしてさ、俺のチャンネル登録してる人誰もプロセカやってない説出てる？え？そんなことある？ありよりのありよりのなしよりのありより。はい、今回は、ゴーストルール、やばい譜面できたんで、見ていきたいと思います。ね、これでね、初めて初見でね、来られた方も多いと思うんで、ちょっと説明すると、私普段からですね、こういう初見実況についてはですね、プレイ動画を、初見でプレイしたものを先にね、録画しといて、まあ、それをね、初見でプレイしたものを今実況しながら、みんなで楽しむっていうコーナーね。なんかちょっと癖強いコーナーでしょ？ということで、早速ね、見ていきたいと思います。今回本当にやばいから見てって。さあ、来ました、ゴーストルール。いやー、今回ね、歌ってくれるのが、初音ミクちゃんと、星野一華ちゃんですね。星野ミクって言いそうになった、今。星野ミクちゃん。あ、別にそれでもいいか。なんか怒られそうだからやめようか。とりあえず、ポテトみてえなね。ポテトみてえな譜面が降ってくるんですよ、まず。フライドポテトみてえな譜面降ってきて、いや、結構ね、これね、簡単そうに見えるんですよ。で、あ、今のところね、G って文字がおそらく書かれてて、ゴーストルールだからなのかな、G って。ちょっとオシャレじゃない？本当に、これ間違ってたらちょっと恥ずかしいね。でね、思った以上にこの曲ね、早くてですね、難しいんですよね。今よく繋がったよね。これ本当に初見動画だからね。とりあえずやってって、400コンボもいってるからね。やばくない？本当に。プロセカってコンボ数めっちゃ上がりやすくない？本当、思うけど。あ、来た。いや、なんかあっこにさ、火花感を感じるの俺だけ？こう、メーデンのところ、それ嫌なんだよね、本当に。本当に嫌なんですよ、それが。もうアレルギー反応みたいなの起こしてるから俺。開けました。これね、何気にね、ここら辺は撮りやすかったですね。いや、この後がやばいんですよ、皆さん。これね、休憩タイムかと思ったらね、もう、タン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 みたいなね、譜面降ってくるからびっくりしました。で、これ、あ、ここね、なんであれね、あんな簡単なコロロコもできないのみたいな、コロロロロもできないのみたいな、言われると思うんだけど、俺、あの時ね、ちょうど納豆を食べてて、ミスっちゃったんだよね。ごめんね。とりあえずやっていきます。ここら辺はね、優しいんだよね。この後がやばいから。もう、ここ優しさあるかな？このゴーストルールちょっと優しいかなと思ったのよ、正直ね。この後ね、一気に発揮してくんのよ。秘めたる力を。これ。いや、これやばくない？いや、これね、ちょっとやばいわ。本当に。初見じゃ無理なんだけど。で、この後、見てほしい。いや、ほんとヒートアップすんのよ。これ。あー、出ました。ビターチョコデコレーションみたいな。ビターチョコホワイトデコデコレーションみたいな。ホワイトデコデコレーションみたいな譜面降ってきて。あ、これ、出ました。シルバニアファミリー。シルバニアファミリー出ました、今。いくよ。あ、シルバニアファミリー出ました。でもこれ、繋がってんだよ、これ。すごくないっていうのか。あー、でも出ました。シルバニアファミリー2。シルバニアファミリー2出ましたね。あ、で、あ、シルバニアファミリー3が出まして、あ、死にましたね。